こんばんは。こんばんは。オーシャンズウェブ編集長の原亮太です。スタイリストの菊池洋之介です。こんばんはですよ。夜7時。夜7時です。毎週放送やってます。やっております。目がしばしばしてます。目をパチクリされてながらやっております。はい、今日のお悩みスタ。お、来た。お悩みスタ。お悩みスタね。この時勢柄っていう感じがするよね。会社でスニーカー通勤が推奨されているのですが、はい、ビジネス服に合わせるとなんだかダサい気がする、通勤におすすめのスニーカーを教えてください。なるほどなるほど。東京都32歳、若い。 YH さん。お、 HY じゃないんだ。 HY 知らない世代はさ、じゃあダメだ。知らない世代っていうか世代は一緒でしょ。もう生まれ年一緒なんだ。なるほどね、うん、林康夫も悩んでんだね。林康夫も仮ね、仮名ね。違うかもしれない。そうそう、なんて俺が言ったらさ、林康夫になっちゃう。早見、まあ、早見雄二ね。早見雄二。早見雄。あ、ダメ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 だよ。それはオフィシャルがあるんだから。ズッキンカルミア。おお、YouTube チャンネルあるんだから。ダメだよ。よかったらコラボしませんか。英会話、英会話教えてください。確かにね。ね、うん。結構いそうだな。ね、見てる人。スニーカーが推奨されてるってね。スニーカーね。うんうんうん、もうドレッシューズ、見えのスニーカーソールみたいなものも出たりしてるんで、うんうん、スニーカーと革靴の境界線みたいなところはこう。の靴って結構今増えてはいるんですけど、ザ・スニーカーで選ぶんであれば、なんかこんな感じがいいんじゃないかなみたいなのを今回ちょっとはいはい、ご紹介できればなと思ってご用意いたしました。わかりました。はい、まあ、スニーカー仕事でもっていうと、まあ、やっぱり基本は白なのかな。なんかね、僕はなんかその白が洒落てていいなっていう、その足元の抜け感みたいなのが、まあ、軽快さがあって、確かにね、まあ、ここで出させてもらったベジャとかプレイとかのデザイン系というか、思いっきりこうロゴがバシッとこう強調されるようなスポーティーなスニーカーよりは、こういった感じのスニーカーだったり、もしくはまあスリッポン、レザーのアッパーのスリッポンとか、そういったものがいいんじゃないかなというふうに考えて、なるほどね。でその選び方のポイントは分かりやすい、スポーツブランドのだと、まあ、どうしてもそういうカジュアル感も強くなるし、つまりナイキとかニューバランスみたいな、ザッツ、みんなが分かるスポーツブランドみたいなものよりは様になってない気がしますっていうこの意見も、ちょっとチグハグが目、先に立っちゃうのかなっていう気がするので、ネイビーでもグレーでもグレーでも大丈夫と、なんか抜け感がこう出ていいんじゃないかなっていう気が、このスーツ洒落てるね。これ洒落てますね、こういうのかっこいい。ちょっとね、同じ白でも、少し気なりのね、クレイの方が気なりで、今のこういう茶色とかだとすごくすごく相性がいいかなという、いい、ね、いい感じですね、なんか。あ、でもトーンをちょっとそのトーンを合わせるのもいいかもしれないですね、いいかもしれない。逆にこういうストライプの入ったものだと割と綺麗な真っ白 で、意外とこうやって、ね、ウエストがリブになってたり、そういうパンツもすごく増えてるので、スーツも、そういう意味でのカジュアル化とこういうスニーカーっていうのは相性がいいだろうという、ことで、まあ、ベースは選ぶんだったら白がいいかなっていうのがあります、スニーカーでいくら。スニーカーであれば白色で、いわゆるアスレチックブランド以外のものを選んでみるっていうのは一個、いいんじゃないかなっていう、テンションが合う、簡単な法則と、上級者の人で、あえてこういうネイビーのスーツとかに、もうニューバランスちょっとくるぶし丈ぐらいのスーツで入ってたりする、とかね、まあ、バンズを合わせちゃったりね、 それもすごい洒落ては見えるんですけど、浮いてしまう可能性もね、そういうキャラクターだったりもあるので、加減としてはこれぐらいからスタートすると非常に取り入れやすいんじゃないかなと思ってます。わかりやすい。でもう一つ提案として、僕このスウェードのお家のね、向こう側にあるやつを用意したんですけど、このその
スニーカーソール、はいはいはい、白のスニーカーソールで、うん、アッパーがこの革スウェードのアッパーのシューズが結構その各セレクトショップのドレスなんかでもかなり扱いがあってですね、うん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 、これぐらいのアッパーの中間色と落ち着いたこうちょっとスウェードの沈む色の感じって上品で、うんうん、確かにすごく洒落て見えるんじゃないかなと思っていて、うん、ああそうそうそう、こういうこれはなんか洒落だね、うん、なんか一つまたちょっとねスウェードのクラークスみたいなものだったり、うん、とは違う抜け感がこの白ソールから感じるので、うん、はい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 、だこの辺もチョイスの一つとして、うん、一気に一気になんかスニーカーに振るんじゃなくて、うん、これぐらいから中間をね、そうスリッポンはスリッポンでもこういう見え方だ、そうですね、こういう中間色って色合わせは結構しやすいもの？中間色はしやすいですね。まあもちろんね足元ちょっと黒とかで締めたくなるのは分かるんですけど、うん、せっかくスニーカー履いてるんだったら少しこうトーンを上げたりしてっても、うんうんうん、意外とこういうグレーとか、うん、あのブラウンだったりとかっていうのには確かに、まあグレーにグレーは間違いない、もう合ってくるので、うん、こういう中間色っていうのは汎用性もすごい高い、うん、高いから持っとくといいかなと、確かに私はで黒に白ソール結構多いんですけど、うんうんうん、こういうのでちょっと、まあはいはいはい、アッパーもちょっとテカリのある、うん、あの表側だったりするような、うんうんうん、あれだと ねちょっとだけこうやっぱツヤっぽく見えちゃうんですよ、はいはいはい、足元が、うんうん、でなんかそれよりは上品で、うん、落ち着いた感じで履けるんじゃないかなと思ってこの辺も持ってきました。キメの細かいスウェードアッパーの、うん、スニーカーと、そうですね、うんうんうん、まあ、これからの時期のちょっとこうウーリーなね、うん、時間ともすごくこう合ってくるんじゃないかなと思って、でその白ソールっていうのが僕の中では結構重要で、うんうん、そこに抜け感が確かにね、されるとスニーカーを合わせたいっていう白ソールっていうのはね、分かりやすい、スニーカー見えする一番のポイントでもあるので、うんうんうん、ここはまあ同じ色でいってしまうとまあかっこいいけど、うん、どうしてもそのカジュアルダウン感にはあんまりつながらないので、そこで抜け感というか、うんうんうん、遊び心をプラスすると新しいこう選び方ができるんじゃないかなっていう、うんうん、いわゆるスニーカーとその仕事着のミスマッチがなくす、うん、その間をうまくこう選べるためのね、うんうん、2つの選択肢ちょっとトライしていただけると面白いかなと思ってます。これは一発解決できたんじゃないかな。そうですね、うん、なんかまあ選ぶポイントになるといいかもしれないですね、うん、それでは、また来週同じ時間にお会いしましょう。はい、さようなら。さようなら。チャンネル登録といいねもお願いします。お願いします。